はーい、どもれいです。今回ですね、こちらの絆決戦 vs 歌の、全属性を攻略していこうと思います。今回はですね、映画シャンクスを船長にしつつ、船員の方を選びましたので、ぜひとも参考になればなと思っております。まあ、ということでやっていこうと思うんですけど、まず船長とフレンド船長にシャンクス、映画シャンクスですね、入れております。まあ、結構無理やりに入れたんで、あのおすすめはしないですね、普通に。でも、一応攻略できると思いますのでやっていこうと思ってるんですけど、で、まあ船員がネプチューン、で、雷蔵で、ウタで、なんだっけ名前あれ名前なんだっけこいつ、ちょっと待って、忘れちゃった。ダメだ、忘れちゃダメだね、忘れちゃった、ごめん、テロップで入ってる多分。で、まず第一バトルの方では普通に倒していきますかね、ここは。うん、普通に倒していきましょう。まあ、特に何もないのでこんな感じで削っていきます。で、第2バトルの方で船長効果無効8ターンが来ますので、まあ、船長効果無効を解除できるキャラを入れておきましょうということで、まあとりあえずネプチューン、このネプチューンですねで解除させていただきますかね。うん、これで解除、これで解除できるかな。ネプチューンで解除しつつですかね。で、3ターンなので、次のターンにも、継続して、スロット影響を上げられますよという感じですかね。で、まあ、船長効果無効無効ターン解除されますと。で、残りの3ターンはね、能力解放の方で解除されております。まあ、最悪解除されていなくても、こちらのね、キャラで、船長効果無効3ターン回復できますので、最悪能力解放で解放されていなくても大丈夫ですよという感じですかね。で、まあ、これ使っていきますと。で、まあ、封じにはなっちゃうんですけど、まあ、これはしょうがないですかね。で、属性相性も上げてますので、次のターンに属性相性も上がっている状態になるという感じですかね。で、まあ、あとはタップで倒していきますかね。いけますかね、これで。さあ、まあ、だいぶ火力は出るのではないかなと。いけますね。で、まあ、続いてなんですが、ボス戦では、防御力ダウン以外の状態上無効でダメージ軽減5ターン、残り体力1スタイル効果5ターンと。で、属性相性強化の、必殺割り込みで有利効果、蓄積値打ち消しで攻撃ダウン5ターンと。で、ボスの HP 一定以上から行動変化がありまして、ダメージ軽減1ターンプラスされるのと、残り体力1スタイル効果がプラス1ターンで、左列の、封じ8ターンという感じできますよということで、まあさっきね、なんで、属性相性を上げたかと言いますと、ここで属性相性を上げることができないんですよ。うん、で、なおかつ、まあこのね、シャンクスの必殺を使ってしまいますと属性相性を強化してしまいますよと。で、まあこのね、ダメージ軽減を解除させたいので、もう元から、属性相性を上げておいたっていう感じですかね。で、まあこれでシャンクスを使っても、大丈夫ですよという感じですかね。うん、これ属性相性上がったわけではないので、必殺発動できますよと。で、まあチェーンケースもプラスされてますよと。で、まず最初にそうですね、雷蔵を使っちゃって、雷蔵を使って攻撃力アップさせつつ、ターン終了時に、追撃ダメージ与えられるようにしておいて、残り体力1チャイル効果を解除させていただきます。で、ウタの必殺を使いまして、防御力0にしつつ、防御力中に与えるダメージを2倍にしますよという感じですかね。まあ、なので一応ここで何ですか、何でしたっけ、超進化前の歌で代用することもできますので、もし超進化の素材集まってないよって方は、まあそれでも攻略できますよという感じですかね。で、封じ、左列が封じになっている時がありますので、まあその時はこちらのね、雷蔵で5ターン回復できてますので、まあ大丈夫ですよという感じですかね。で、あとダメージ軽減はもう1体のシャンクスで必殺を使うことで、解除させることができますので、まあなので、第2バトルの方で属性相性を上げておいたっていう感じですかね。で、また超過使って、属性相性強化プラス値上げつつ、まあここね、状態上無効 なければあれなんですけどね、あの属性力属性にできてだいぶ楽だったんですけど、まあそれは対策されてますよっていう感じですかね。まああとはタップして倒していきますかね。うん、いきましょう。さあ、あ、ミスった普通にミスちゃった。さあ、まあ
そこそこ火力出ますよっていう感じですかね。まあなので1体、まあキャラが封じられてしまって、火力出せないっていうのもありますし、まあシャンクスではあんまりおすすめしないかなっていう感じの編成ではあるんですけど、もしシャンクスしか持ってないよって方は試しにやってみてください。はい、ということで続いては VS 歌、力属性編の方に挑戦していこうかなと思っております。でまあ、先ほどと同じ通り船長にはシャンクス、映画シャンクスですね、で入れております。でフレンド船長にも、映画シャンクスですね。で船員には歌で、ビビアンドレベッカで、ブラックマリア、おでんという感じで言っております。まあということでやっていくんですが、まず最初は普通に倒していきましょう。うん、まあそんなに大変ではないですかね。ここは普通にタップして倒していってください。でまあ続いて防御アップ3ターン、ダメージ軽減3ターンっていう感じできますので、まあそれを解除できるキャラさえ入れておけば問題ないですかね。まあ今回自分はブラックマリアを入れているっていう感じですかね。いきましょう。うん、でまあここでなんなら超過使っちゃってもいいかもしれないですね。シャンクスのこれで、力属性にすることでだいぶ火力は出せるかなと。まああとはタップしていきますかね。まあだいぶ火力は出ますね。でまあ続いてボス戦なんですが、防御力ダウン以外の状態上無効で防御力アップ5ターン、タップタイミングバリア、パーフェクト4回とで、ボスの HP 一定以上から行動変化がありまして、防御力アップがプラス1ターンでタップ、タイミングバリアがプラス1ターンとで必殺封じが5ターンという感じできますよという感じなんですけど、まず防御力アップに関しまして、まあこれ6ターンになっちゃうんですよ。HP 一定以上から。まあなので、まあ6ターン解除するよりも、防御力をゼロにしつつ、まあせっかく防御力ダウン以外の状態上無効ということなんで、防御力ダウンした方が、まあデバフもかけれますし、防御力ダウン中に与えるダメージ上昇させれば火力の方も上がりますので、まあ防御力ゼロにした方が、まあおすすめかなと、個人的には思っております。まあということで、歌を使っていきます。うん、歌で解除させていただきます。で、ちょっと加算しちゃうんかい。ちょっと間違っちゃったね。加算しちゃうのか忘れてたな。ならシャンクス先に使った方が良かったですね。で、続いてなんですが、必殺封じが来た場合はこちらですね。ビビアンドレベッカの、必殺を使って解除してください。で、まあ攻撃とスロット影響も上げるので火力も上げれますよという感じですかね。まあ先に、入れ替え使って、チェーンケース 1.25 倍にしたいところなんですが、まあこれね、バトル2の方で1回入れ替え使っちゃった方が良かったですね。このボス戦で即属性にした方が火力出たので、シャンクスの船長効果でね。まあなので、まあ今回はいいですか、このままいきましょう。火力は出るんで。で続いてなんですが、まあシャンクス使っちゃいますか。シャンクス必殺使って属性相性上げつつ、属性相性上げつつ、まあここでチェーンケースも 1.4 にできたはずなんですけど、先に歌使っちゃったんで上がってないよっていう感じですね。でもう一回シャンクスを使いつつ、まあプラス値上げつつの、そうですね、まあそんな感じですかね。であとはタップタイミングバリアがありますので、まあこれを2ターン解除できるキャラさえ入れておけば問題ないですね。まあ一応今回おでんを使っているっていう感じですかね。おでんでやっていきます。でまあ、あとはタップで倒していけるかなと思ってます。いきましょう。さあ火力、あ、めちゃくちゃ出る火力。ここは結構サクサクいけそうなんで、ぜひとも、試してみてください。はい、ということで続いては VS 歌地属性編の方に挑戦していこうと思います。まあこちらも船長にシャンクス、フレンド船長にもシャンクスを入れさせております。で、船員の方には歌で、シャチだっけまた名前忘れちゃった。ちょっと待って、ごめんなさい。今日ちょっと頭回ってないですね。でゾロ、ルフィという感じで言っております。まあここ第一バトルでは普通にタップしていきますかね。そうですね、タップしていけますかね。いきましょう。あー、これシャチいるなら、シャチ、これシャチだったっけ、なんか違うんだよな、名前忘れちゃったな。これ膝短縮されてないですね。これちょっとした方が良かったかもしれないかな。でも間に合うか、大丈夫かな。
で第2バトルでは 40% 割合ダメージで火傷が5ターンという感じで来るんですが、まあここで解除しなくてもいいかなということで、解除しないでいきますかね。うん、まあなのでタップで倒していこうかなと。まあそうですね、シャンクスの、超過使って属性変えつつ、あとはタップでいけますかね。多分大丈夫でしょう、倒せるでしょう。ちょっと待ってよ、大丈夫かな、いける OK 大丈夫だね。まあ最悪やけど食らっても大丈夫ですよという感じですかね。でボス戦で防御力ダウン以外の状態上無効、フリスロット変換、うん、戦長効果無効8ターンで、繊維必殺ターン巻き戻し2ターンと、で繊維必殺ターン固定グッドタップ3回までと。で、ボスの HP 一定以上から行動変化がありまして、しびれ5ターン、即スロットバリア1タップ5ターン、あ1ターンで、中段必殺ターン巻き戻し2ターン、下段必殺ターン巻き戻し3ターンという感じできますよという感じなんですが、まあ HP 一定以上からの行動が入ったと思ってみてください。まずそうですね、こちらのゾロの方でしびれ5ターン解除させることができます。まあ、なのでしびれはこれで解除させつつの、まあ、ゾロがね、あの繊維効果の方で必殺ターン巻き戻し3ターン回復できるんですよ。でこっちのルフィが1ターン、2ターンか、2ターン回復できるんですよ。まあ、なので現在この時点で必殺使えるのがゾロのみと、まあ、あとはシャンクスですねっていう感じなので、先にゾロの必殺を使いますと。うん、これでゾロの膝使いつつ、しびれ解除、そして膝ターンを短縮させていると。これでやっと、ルフィが使えるようになりますと。うん、まあ、なんでルフィの膝を使いますよと。で、全員膝ターン短縮されましたよと、これで。うん、で続いてウタの膝を使います。あ待て、ウタじゃなく、ウタではなくてシャンクスかな、先シャンクスだね。うん、シャンクスの膝を使います。でそこでもう一回シャンクス使いますかね。シャンクス使ってシャンクスで次にウタ使っていきます。これで防御力0にしつつ、防御力ダウン中に当たるダメージ、2倍にしていきますよと。あと戦長効果無効解除ですね、これで。うん、で続いてなんですが、こちらの、シャチだったか サシャだったか忘れたけどごめんなさいね、こちらを使いまして基礎攻撃強化上げます。うん、基礎攻撃強化上げさせていただきます。まああとはタップで倒していけるかなと。まあなのでここに誰入れてもいいですよ。なので本当に火力上げれるキャラさえ入れておけば問題ないですかね。まああとはタップで倒していきますかね。消化使っとくか、一応属性相性の、プラス値上げますか。で多分火力は結構出るかなと。で確かこれね、やけど超えてても、まあ今見せれなかったですけど、確か超えててもこれあの4万ダメージ入らないので、別に最後は パーフェクトでやけど解除せずにやってっても全然大丈夫なので、まあやけどは解除しなくても大丈夫なのかなと個人的には思ってますので、まあやけどは考えずに、編成組んでみてもいいのかなと思っております。まあということでね、今回はシャンクスで、攻略してみたよという感じの動画なんですけど、まあもしね映画シャンクス持ってるよって方はぜひとも参考にして、いただけたらいいかなと思っております。まあということで、ね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になったよという方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。